これらに加えまして、政府からの指摘を受けまして、こうしたホテルの入り口等において15分以内の外出でお願いしますというようなことを、まあ、日英両語併記で案内ボードの形で出しておりましたけれども、まあ、これが誤解を与えかねないということで全面的に見直しまして、プレイブックに書かれてあります通り、外出は原則としてご遠慮いただくということであり、食料の調達等でやむを得ず外出する際には原則としまして、監視員の方が帯同すると。プレイブック違反が認められた場合にはですね、これまでアクレディテーションの一時効力停止、あるいは厳重注意、誓約書の聴取、こうしたことも講じてまいりました。でこうした処分結果は大会関係者の方々に、まあ、匿名の形ではありますけれども広く共有をいたしまして、事案の再発防止をに努めているところでございます。今後は事案によりましては必要に応じて公表もしていくということも考えているところであります。 Special countermeasure against COVID-19 being placed in the stadium or every person anything relative to opening ceremony。 はい、関係者の方は950人です。アスリートはこれ言ってないですね。アスリートは、まあ数としては当然その実際に出る方を事後的に言うのかな、いやちょっと発表言わないですか、まあ、よしとも相談します。ただ当然ですね、カウンターメジャーという意味ではちゃんとアスリートの方々、プレイブックに書いてあります通り、できれば2メートル、少なくとも1メートルというような形ことを書かせていただいております。またマスクは常時着用というふうに書かせていただいておりますので、当然開閉会式とは開会式とはいえですね、競技場で行うイベントでございますので、そういったコロナ対策はきちんと取っていく予定でございます。申します。検査を、まあ、行ってスクリーニング検査を行って陽性者を確保しているということなんです。